第59回ユーロビジョンソングコンテストは2014年5月にデンマークコペンハーゲンにて開催された。前年の2013年大会にてデンマーク代表のエメリーデ・フォーレストが優勝したため今大会はデンマークの主催となった。ユーロビジョンソングコンテストがデンマークで開催されるのは2001年大会以来史上3度目のことである。 今大会は37カ国が参加することとなった。2013年5月10日、スウェーデン・マールメで行われた主催者の記者会見にて、総監督のヨンオラ、サンドは2013年大会で参加を見送った国々の復帰への期待を表明し、欧州放送連合はこれらの国々の放送局と復帰に向けた議論を進めていることを明かした。 準決勝の日程は2014年5月6日及び8日、決勝は2014年5月10日とすることが決まった。当初はこれよりも1週間後の予定であったが、開催候補地の行事予定等に合わせて1週間、前倒しとなった。当初、コッペンハーゲン、ヘアニング、ホーセンス、フレゼリシア、オールボーノゴトしが開催候補地として名乗りを上げた。大会の主催者は、 デンマークの公共放送であるデンマーク放送協会であり、同協会はパーニルガードボーを今大会の監督に指名した。今大会はサンマリの代表としてバレンティーナ・モネッタが3年連続で出場する。また、財政上の理由で2013年大会を欠場したポルトガルが大会に復帰する。さらに2011年大会以降参加を見送っていた。 ポーランドが3年ぶりに復帰を果たす。今大会の会場、コペンハーゲンアマー島のリフシェリアンにある B&W ハラーン2013年9月2日、デンマーク放送協会は、コペンハーゲンを2014年大会の開催地とすることを発表した。会場はかつて不当であった、リフシェリアン地区の B&W ハラーンであり、ソーシャルネットワーキングサービス様のハッシュタグを用いた。 ジョイネスが公式テーマとされた。会場施設は大会に向けて改装され、周辺一帯をユーロビジョン島として整備式社会建造や、その他の施設が置かれる。コペンハーゲン市長のフランク・イエンセンは2013年8月下旬に、次は大会に向けて4000万デンマーククローネの予算を拠出すると表明し、またコペンハーゲンが2014年の欧州環境首都に選出されたことを挙げて、 本大会を最も環境保全的なものにすることを目指すとした。ヘアニング、コッペンハーゲンを含む5つの都市が開催地の候補として名乗りを上げた。2001年大会の会場となったコッペンハーゲンのパルケンスタデオンと2013年大会のデンマーク代表選考であるダンスクメロディーグランプリの会場となったヘアニングのアスカ・バンク・バクソンが当初の会場候補となった。 あとにフレゼリシアのミサシー、オールボーのジャイガンティアムが会場候補地として加わった。五つ目の会場候補地となったのはホーセンスであり、かつてのホーセンス刑務所跡地を会場候補とする案であった。そしてホーセンスが開催地となった際は刑務所跡地をガラスの屋根で折って会場とするとした。2013年6月17日、オールボー氏は 大会のための宿泊施設が十分ではないとして、候補をリールと決定した。デンマーク放送協会は3000室以上の宿泊施設確保を条件としたが、オールボーには1600室しかなく、うち半数以上が同時期に開催される別の行事のために、すでに予約されている状況であった。2013年6月18日、デンマーク放送協会は、コペンハーゲン、ヘアニング、 ホーセンスの各自治体より正式に立候補を受け付けたことを表明し、また、フレゼリシア氏も正式立候補への意欲を表明した。2013年6月19日、開催地立候補の受付が締め切られた。コペンハーゲン大都市圏の文化行事、観光に関する公的機関である、ワンダフルコペンハーゲンは、パルケンスタディオン、DR バイオン、B& W. ハラーンの3施設を会場候補とした。2013年6月25日、フレゼリシア市は三角地帯は大会の会場として十分な施設がないとして立候補を取り下げることを表明した。デンマーク放送協会では会場は観客席からの視界を遮る柱のないものと定めたが、フレゼリシア周辺地域にはこの条件を満たす施設がないため、 候補から外れることとなった。2013年6月28日、パークンスポーツエンターテイメントの最高経営責任者であるアンデルス・ホーシュルトは、パルケンスタディオンではすでに、ユーロビジョン大会直後より、サッカーの試合が予定されており、ユーロビジョンの会場とすることができないとして、会場候補ではなくなったと話した。オールボー・コペンハーゲン・フレゼリシャ・ヘア・ニング・ホーセンス。 会場候補地2013年9月20日、欧州放送連合は2014年大会のルールを発表し、審査員病の扱いについて前年から変更が加えられたことが明らかになった。このルールでは、各国5人の審査員団の名前を大会開催前の2014年5月1日に公表し、また大会終了後に、 各審査員による投票結果をすべて公表することとされた。加えて、過去2年以内のユーロビジョンソングコンテストで各国の審査員を務めた者は審査員にはなれないことが定められた。今大会では、前年大会に引き続き、準決勝及び決勝での出場順序を抽選ではなく主催者が指定することも定められた。各国参加者が準決勝1及び 準決勝にのいずれに参加するかを決める抽選が2014年1月20日にコッペンハーゲン市役所にて行われた。この抽選に先立つ2013年11月24日、近隣国の観客同士により、準決勝の入場券の競合が発生するのを避けるため、スウェーデンとノルウェーはそれぞれ別の準決勝に参加することが発表された。欧州放送連合は、 抽選によりスウェーデンは準決勝1、ノルウェーは準決勝2に参加することを決めた。欧州放送連合はまた、イスラエルの国民の祝日との日程重複を避けるため、イスラエルは準決勝2に参加することを認めた。その他の3カ国のうち、自動的に決勝進出となる6カ国を除いた国々は、まず過去10年の投票傾向に基づいて6組に分けられる。組み分けは、 地画社者によって算出され、以下の通りとなった、準決勝1に、参加準決勝1で、投票準決勝2に、参加準決勝2で、投票37カ国が2014年大会への参加を表明した。また、アンドラ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、チェコ共和国、ルクセンブルク、モナコ、モロッコ、スロバキア、トルコの8カ国は今大会へは復帰しないことを表明した。 ブルガリアのブルガリア国営放送、クロアチアのクロアチア国営放送、キプロスのキプロス放送協会、セルビアのセルビア国営放送は、2014年大会への参加を見送ることを表明した。一方、前年大会への参加を見送ったポルトガル、2011年大会を、最後に参加を中止していたポーランドが、大会に復帰した。 サンマリの代表のバレンティーナ・モネッタは2012年大会から3年連続の参加である。ユーロビジョンソングコンテストに3回連続で出場したのは1956年大会、1957年大会、1958年大会に出場したリス・アシア及びコリー・ブロッケン、1964年大会、1965年大会、 1966年大会に出場したウド・ヨルゲンス以来でバレンティーナ・モネッタで4人目である。マケドニア共和国はティアナ・ダプチェビッチのバックコーラスとして2008年大会のマケドニア共和国代表タマラとデフスカが参加する。準決勝1の参加国のほか、自動的に決勝進出が決まっている6国のうちスペイン、フランス、デンマークの参加国が準決勝1を 自国向けに生中継し、投票に加わる。準決勝2の参加国のほか、自動的に決勝進出が決まっている6国のうちドイツ、イタリア、イギリス参加国が準決勝2を自国向けに生中継し、投票に加わる。ありがとうございます。